言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。激動の現代社会、その時代の舵を取る企業のトップたちの言霊に触れることで、日本が向かう先、そう、未来が垣間見えるかもしれない。トップの言葉が現実になる。創業文化15年、人との出会い、自然との調和を大切に守り続ける企業、小島庭園工務所こと京都の地で、古きを学び現代に合った豊かな環境づくりに邁進している。今日はそのトップの言霊に触れる。文化15年、西暦1818年に植木屋喜助というのが創業したと。私で現在7代目と。間もなく創業200年を迎える老舗小島庭園工務所、その7代目小島博史社長に日本庭園に対する思いを尋ねた。日本庭園というのはもともと日本の豊かな自然の景色を切り取って、縮景という形で庭の中の小さい景色で改めて再現すると、こういう考え方っていうのはですね、外国ではあまりなくてですね、むしろ大きく庭をそのまま作るという、そういうイメージがあるんですけれども、今海外からも評価される日本庭園。しかし日本国内においてその存在が危ぶまれている。このところですね、大変我々の生活様式大きく変わってます。昔のようにですね、雄大な庭を持ってお屋敷を構えるというようなことはとても贅沢でできなくてですね、とはいえやはり日本人の心、春夏秋冬の季節の折にですね、さまざまな植物とか、そういうことを多くの人に感じていただく、そのためには庭というのはなくてはならない演出なんです。日本人の心をもっと多くの人に、そんな思いから小スペースでも楽しめる庭興味やびを制作。現代生活に合った新しい日本庭園の姿として注目されている。日々日本の美を考え、新たなことに挑戦する小島社長、その精神には先人の知恵が大きく関わっていた。2代前の小島祭事の時に、昭和36年に関西地方を第二室戸台風という大きな台風が襲いました。でその時にですね、関西地方にたくさんのこの台風が傷跡を残したんですけれども、中でもですね、京都御所の中の高い木がですね、壊滅的な被害を浴びてですね、こういう台風が来ても被害が少なくなるような方法は何かないだろうかということを真剣に考えましてですね、長江ののこ、長江の鎌という全く違う道具を使ってですね、木を切るという形を始めたんです。被害が少なく、そしてまた見た目も非常に美しくなったということでですね、以降はですね、京都の、高木の伝統的な手入れ方法としてですね、環境省、宮内省ともに採用されているという状態になっております。物事に行き詰まって、それから考え方に行き詰まった時に、いつも前を見て何か打開しようと思うんですけれども、実は物事の滞りっていうのはですね、昔の先人も同じようにそれを乗り越えてこられた。先人が乗り越えられた知恵をですね、よく勉強させていただいたら必ず新しいものを作り出せる、これをいつも思って御子神の精神で取り組んでおります。そんな小島社長のトップとは、関わった人全員のですね、幸せを考えるのがトップではないかと思っております。この人間は将来どの方向に向かったら一番幸せになるのかなと、我々一人一人のですね、従業員を大事にすると、日本庭園を作ってくれている基本的な人を大事にすると、一人でもですね、その企業に関わった人が悲しむというようなことが起こったらですね、これは他のことがうまくいってても、私はうまくいってないじゃないかと思ってます。大きなことはできないですけども、関わった人皆さんがですね、幸せになれる。日本人の美と心、そして自然を映し出す日本庭園を通じて、先人たちの知恵から新たな世界を見出し、一人一人の幸せを形にするため、小島社長は今日も日本全国、そして世界へと日本庭園の魅力を発信している。言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から、日本の未来、そして時代が垣間見れたのではないだろうか。